どうも、まっちゃんでのまっちゃす。こんばんはー。思ってます。あるとき、インスタの DM にこのような DM が届きました。アフレコをやってほしいですと。ありがとうございます。企画も出していただいて、本当に感謝申し立てまつる。もうさ、そんなこと言われたら、やらないわけないじゃん。はい。で、なんかその動画に対しては多分アフレコだと思うんですけども、今日はフリー動画をね、使って、そちらにアフレコをして一つのドラマを作らせていただきたいと思います。編集は何時間かかるんでしょう。みんな、キュンキュンバッキュンでやらせていただきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。それでは、やつら、ゴミ。まずチャンネル。はい。じゃあまずね、iPad を用意しまして、フリーで使えそうな動画をちょっといろいろ持ってきて、やっていこうかなって思います。やばいね、結構、やばい、230件ぐらいあるんだけど、どうする？やばい。はい、できました。疲れた。じゃあまずね、一旦見ていただきましょう。どうぞ。せわしく流れていくこの時代。そんな中でも79億5000万人は生活し、日々当たり前が当たり前ではなくなる、そんな時代を生きている。それでも別れ、新しい出会いを忘れずに思い出を作り上げていく。当時セシルと付き合っていたマイケルからの一本の連絡。好きな人ができたから別れてくれ。彼女にそんな言葉を告げ、連絡は切られた。その後、友人伝いで、セシルの容姿についても悪口を言っていたことを知り、彼女は悲しみに暮れ、自分を磨くことを決めた。彼女は生まれ変わり、新しい趣味もできた。バイクという友を作り、日々バイクに乗ってどこか出かけた。そんなある日に、休憩中、ある男性が声をかけてきた。ジェイコブという漁師をやっている男性だった。彼もバイクが趣味で、二人は意気投合。休みの日には、二人でどこかに出かけに行き、お互いが居心地よく、出会って二週間で付き合うことになった。そして、付き合い始め二年。ジェイコブからのプロポーズで、セシルは結婚することを決意した。結婚式は彼女たちが出会った森の中で行われた。きっと彼と年老いてもこの森を一緒に歩くんだろう、そう願っていた。彼女たちの間には3人の子供がいた。セシルとジェイコブはこの町で一番のおしどり夫婦だった。そんなある日、ジェイコブは大雨の中、いつもの漁師の仕事に行った。それが間違いだった。ジェイコブの乗っていた船に大きな波が来て、彼の船は一瞬で飲み込まれ、彼は帰ってくることはなかった。セシルはすごく後悔をした。その反面、彼女は決意をした。ジェイコブが残してくれた最後の宝物。彼女は子供たちと向き合い、兄弟同士仲のいい家族を作ることができた。気づいたらセシルの身長を越し、三人は新しい家族を持った。そんなある日、三人兄弟の孫たちとパーティーをすることになった。久しぶりに楽しい時間を過ごすことができた。しかし、セシルの目の前には驚くような光景があった。海で死んだはずのジェイコブがいた。久しぶりに会っても変わらず楽しく話せる夫婦。それがセシルとジェイコブ。きっと今も空でバイクの話して笑っているのかもしれない。はい、ということでですね、完成いたしました。一応物語的にはラブストーリーっていう形にさせていただいて、出会いもあれば別れもあるけど、別れたとしてもいつかまた出会えるかもしれないよっていうそのメッセージ性も込めて一応作らせていただいたんですけど、最後の方を分かった人がいたらすごいなっていう感じ。もし分かったらね、コメント書いていただけたら嬉しいんですけど、でもマジで語彙力ないの割に頑張ったんじゃないかなって思うかもしれません。もすげえ頑張ったと思う。褒めてほしい。ちょっと一回よかったらね、ぜひ皆さん見ていただいて、何かしら思っていただけたらいいんじゃないかなって思います。アフレコはもうやめます。もう無理、難しいはい、それではですね、じゃあ動画がね、少しでも良かったなって思いましたら、いいね、コメント、チャンネル登録もお待ちしておりますので、よろしくお願いします。以上、まっちゃんねんでした。